本日のおもてなし福岡は昭和レトロな人気店太陽軒です。那島駅から徒歩6分ほどで人気ラーメン店那島亭さんや博多国丸さん、一楽ラーメンさんなどいずれも本店が近くにある地域です。ボリュームたっぷりの定食とレトロな雰囲気を楽しめるお店ということで、お昼時にはお店の外に行列ができることもしばしばということです。昭和そのままという感じのいい雰囲気ですね。店内も昔ながらの雰囲気で、お料理の香りやお店の方々の準備に勤しむ姿が食欲をそそります。刺身定食やサバみりん定食が魚ではなく猫のイラストなのがなんかいいですね。定食がとにかく大人気ということなんですが、ラグビー日本代表のウィリアム選手も鶏天定食を召し上がるそうです。想像よりもかなりボリュームがありますね。サクサクそうで美味しそうですね。いろいろと付け合わせも充実していて、これは人気が出るのが分かります。それではいただいてみたいと思います。からし醤油と天つゆを選べたんですが、今回は天つゆにしています。サクサクの衣に天つゆが染みてめちゃくちゃうまそうですね。グッとしてうまいですね。あれだけつゆにつけたのにサクサク感がまだ残っています。これはご飯が進む味ですね。つけずにそのまま食べてみたいと思います。これはうまいです。サクサクと柔らかい鶏肉の旨味がじゅわっときますね。昼からビールが飲みたくなります。太陽軒さんは約30年前に魚屋さんから転身してオープンして以来、地域の方々に愛されてきた定食屋さんです。福岡では名の知れたお店で、この辺を通ったら行ってみようとランチ候補のリストにも加わりやすいお店でもあります。ラグビー日本代表の選手も訪れるということで、全国放送で名前が紹介されたりと、福岡グルメ通の方は他県からも名物の鶏天を食べに来られるそうです。奥様と2人で切り盛りされていて、温かい雰囲気もいいですね。昭和レトロな雰囲気ですが、意外にも平成初期の開業のようです。煮魚までついてるのが本当に嬉しい限りですね。うまいですね。このお魚めちゃくちゃうまいです。芋焼酎や日本酒にも合いそうな感じで美味しいですね。味噌汁もあっさりしていて美味しかったです。このスパゲティっていうのも久しぶりに食べましたね。食べても食べても減らないくらい鶏天のボリュームがあります。途中で 2,3 個くらい増殖しているんじゃないかなと思ってしまうほどです。
太陽軒さんのある名島の地域なんですが、郊外の住宅街なので何か用がなければ特段行かないような場所でもあるんですが、冒頭でご説明した通りラーメンの名店が集っていることでも知られており、取材が NG で残念ながら今のところ配信ができないお店なんですが、ラーメン達志さんも美味しいので、ぜひこの名島のあたりにも足を運んでみてほしいと思います。